修正です。はい、今回なんですけども、ルイスレザー×ギャルソンのコラボについてちょっとお話ししていこうかなというふうに思っておりまして、はい、こちらなんですけども、で、実はこれね、僕のものじゃなくて、こちらの動画まだ見てない方は見ていただきたいんですけど、そうなんですよ。なんとね、母親に僕プレゼントしたんです。全くね、こんないい息子いないなっていうふうに思うんですけども、なんですけども、せっかくの機会なので、今回はこちらのライダースについてちょっとお話ししていこうかなというふうに思っております。ギャルソンとルイスレザーっていうのはかなり深い関係でもありますし、いろんなコラボアイテムを出している中で、まあこの白っていうのがあまりね、見ないアイテムでもあると思うので、ぜひともね、こちらの動画最後までご視聴いただけますと幸いです。それでは、いってみよう。はい、というところで今回はルイスレザーズ×コムデギャルソンのライダースについてお話ししていこうと思うんですけども、まずは簡単にルイスレザーズとはなんでそんな人気なのかっていうところなんですけども、まずは歴史からちょっとお話ししていこうかなというふうに思うんですが、1892年にイギリスで生まれたブランドになっております。でルイスレザーズってのは1892年の当時は洋服の仕立てや防護服の製造がメインの会社でした。創業100年以上の老舗ブランドっていうところでもあるんですけども、モーターサイクルレース用の洋服なんかを作り出したのは1926年からになっております。まあそういう革ジャンを作り始めたのはもうすぐね100年を迎えるっていうところで、かなりね老舗でもあるんですけども、その頃はバイク用のレザージャケット以外にもパイロットが着用するためのフライトジャケットなんかも手掛けていたブランドになっております。1930年代に入りまして、イギリスではオートバイ産業が盛んになってきます。そしてオートバイを乗るときに着用するライダースが必要となってきまして、需要が増えてきたっていうところがあります。この当時からライダースってのは防寒性以外にも転倒した時のライダーを守る防護服としての要素も求められてきたっていうところでもあるので、なので仕立てであったりとかは非常に素晴らしいし、そういうバイクなんかで転倒した時も身を守ってくれるっていうところもあるので、そこはね非常にね素晴らしいとこかなというふうに思います。で1940年代に入るとルイスレザーズは耐久性に優れたライダースのオーダー製作を始めております。で1950年にはワールドチャンピオンがこぞってルイスレザーズを着用しまして、このことでルイスレザーズの知名度っていうのがかなりね人気に火がついてくるんです。そしてルイスレザーズを語る上で非常にね欠かせないのが1953年になるんですけども、これがアメリカで公開されたマーロン・ブラッドのワイルドワンが不良少年のスタイルを確立させたっていう風に言われています。こちらのね、ジャケット見ていただければという風に思うんですけども、まあかっこいいですよね。この映画をきっかけにさらにねルイスの人気ってのに火がついてくるわけなんですけども、1970年代にはロックスターの着用がどんどんね目立ってきます。でポール・マッカートニーであったりとか、あとラモンズなんかも着用してますし、で僕が大好きなこのセックスピストルズシドビシャスが着用しているんですよね。まあそういったところが影響して若者への人気ってのがどんどん上がってきたんじゃないかなというふうに思いますし、またイギーポップも着用しています。でイギーポップの着用していたこちらのジャケットに至っては今ねルイスレザーズで発売してるんですよ。このレプリカになるんですけど、これ発売してるんで、ぜひともねイギーポップ好きの方は見ていただけたらというふうに思うんですけど、まあそこからねどんどんロックバンドにも愛されるようになってきまして、本当にね音も感じるライダースかなというふうに思ってます。で、バンドの愛用者だけではなく、フラグメントであったりとかギャルソンヒステリックグラマーアンダーカバーなどジャパンブランドとのコラボかなり積極的に行っておりまして、まあそういったところも相まって日本ではライダースといえばルイスというイメージがあるんじゃないかなというふうに思うんですけども、で例えば愛用者であるとコムデギャルソン、今回コラボしているコムデギャルソンのデザイナーである川久保玲さん、あとは藤原博さん、あとは、三木田さんであったりとか、まあ、河本ひろとさんであったりとか、あとはね、LDHK 三代目であったりとか、あとは木村拓哉さんも着用していますし、まあ、基本的にはライトニングとサイクロン、この2種類が主に人気かなというふうに思うんですけども、僕は完全ライトニングが好きかなというふうにも思ってます。で、コムデギャルソンと、ルイスレザーズのコラボに至っては結構種類があるんですよね。それこそ LDH が着用したっていうところがあってかなり人気があって、当時 LDH のファッションってめっちゃ流行りましたよね。ベトモンであったりとか、まあ、めっちゃ流行ったけど、その中でもやっぱりルイスレザーとギャルソンのコラボっていうのは非常にね彼らのおかげでさらに拍車がかかったんじゃないかなというふうにも思ってます。でルイスとギャルソンのコラボはいろんなものがあるんですよね。
でブラックマーケットでコラボしたものであったりとか、あとはまあ、今回プレゼントしたアイテムの黒ももちろんありますし、まあ青色もありますし、あとはヴィンテージ調のものもあったりとか、他にはまあスタッツがね効いているものであったりとか、あとはねちょっとバイカラーになっていたりとか、かなりの種類があります。でどれもめっちゃ高いんですけども、結構売れてるんですよね。ただ最近青山店行って思ったんですけど、意外と残ってるんですよね。まあもちろんね、これは青山店限定なので青山に行かないと買えないっていうところではあるんですけども、ただちょいちょい入荷しているっていうところがあるので、絶対買えない幻の一品っていうわけでもなくて、まあもちろんね買えるものではあります。ただネックになるのがやっぱりね値段だというふうに思うんですよね。30万ってなかなかねちょっと勇気がいりますよね。そういったところでもあるんですけど、かなりコムデギャルソンとルースっていうのは積極的にコラボしてて、まあ、コラボしているアイテム数も結構な量あるんで、まあもちろん川久保さんが愛用しているっていうところもあって、いろんなコレクションでも川久保さんはルイスのレザーを着用していますけど、まあそういったところもあって、コムデギャルソンとルイスレザーっていうのはかなり密接な関係になってるかなというふうに思ってます。でも大好きだし、またルイスを愛用していた当時のロックバンド、それこそセックスピストルズのシドビシャスであったりとか、イギーポップなんかは非常にね大好きで今でも聴いているバンドになるので、そういったところで僕が好きなロックスターが着ていたっていうところもあって、僕は非常にねルイスレザーズが大好きなんです。はい、というところでこちらですね、コムデギャルソン×ルイスレザーズ、めちゃめちゃ人気のモデルですね。本当に争奪戦だったんですよね、昔は。今は結構買えるようになってきたんですけども、ちょっとこちらのね、現物のディティールなんかを紹介していければというふうに思っておりますが、まあ正面の見た目めっちゃかっこいいですね。でこの見てみましょうか。はい、アームの部分にコムデギャルソンっていうふうにペイントされていますと。でもちろん中のところ、このアームの中のところもキルティングが入ってて赤になっている。白と赤っていうのはまたね相性がいいですよね。高級感もあるし面白いなっていうところと、でここねルイスのこのロゴがね、これかっこいいんだよな。白になっているところもまた秀逸でかっこいいなっていうところで、で金具もねこういう感じになってます。かわいい、羨ましい、僕が着たいわこれ、っていうところでもあるんですけど、で、一応ねタグはこういう感じになっておりまして、コムデギャルソンとルイスレザーズのタグがそれぞれ入ってます。でサイズは32です。もちろんね、僕はその小さいサイズをあんまり着れないんですけども、ただ一回着てみると一応着れるは着れるんですね。僕でも着れるんだけども、ただ前が閉まらないっていうところがあって、それはダメだなっていうところであるんですけど、であと着てみて思ったのがホストっぽく見えるんですよねっていうところがあるんで、なんか女性が着た方がやっぱり純白の白なんで非常にかっこいい、ただ男性が着るとちょっとホスト感が出ちゃうなっていうところもあったんで、まあ、僕が買うんだったら白じゃないかなっていうふうにも思ってます。で、こうですね、絞りが効くとここで、はい、で、ここにはルイスの、はい、金具があります。これもかわいい、しっかりしてますね作りが。であとやっぱりレザーが重い、かなり重い、しっかりしてますね。これもかっこいい。はい、でここはね L って書いてあります。かわいいですね。はい、でちょっと中も見ていこうと思うんですけど、中はこのキルティングが赤になってますね。はい、でここにタグがありますと、ブリティッシュメイド。はい、で、表の革ですね、馬革 100% で、裏地がポリエステル 65% 綿 35% レーヨン 100% 中綿ポリエステルが 100% ですね。でサイズが32です。でイギリス製ですか。マシ。はい、でこういう注意書きもねちゃんとありますと。はい。やっぱりねチラッと見えるのがいいですよね、この中の赤が。これがねまた秀逸なんだよな。で後ろちょっと見ていこうと思いますけど、後ろを見るとこういう感じです。かっこいいですね。これはめちゃめちゃかっこいい。やっぱ後ろ姿を見ただけで、まあ分かる人にはもうすぐ分かりますよね。あ、それギャルソンとルイスじゃんみたいな。これかなりインパクトがあるし、結構ルイスとギャルソンのコラボの中では象徴的なペイントなんじゃないかなっていうところで、こちらもちょっとペイントを寄って見ていこうと思うんですけど、はい、これライブフリーダイストロングコムデギャルソンっていう風にペイントされてます。あ、ちょっとね、ここ汚れがね、あるんですけど、まあそんだけね、
着用してもらってるのかなっていうところで、まあまあこれも経年陛下というところで、あ、ここにも傷がありますね。まあそんだけ愛用してくれて、まあ、プレゼントしてから結構ねずっと着てもらってるんで、そういったところもね嬉しいです。でここがね刺繍入ってるんですけど、おそらくこれはタグのところじゃないかなっていうところで、で襟をめくると、まあまたね純白の白があると、真っ白ですね。かっけー、マジで羨ましい。はい、これを母にプレゼントしました。本当にいい息子ですよね。はい、ちなみにですけど、ルイスとねこのリアルマッコイズちょっと並べてみたんですけど、いやー、こっちはこっちでね、僕が右側が愛用しているものになるので非常にかっこいいですけど、白は白でやっぱ映えますよね。めっちゃ映える、かっこいいな。でこのリアルマッコイズとルイスレザーズのコラボに関してはこちらの動画でお話ししてるんで、まだ見てない方は見ていただきたいんですけど、やっぱりね中のキルティングは赤がねかっこいいですよね。ここにはねルイスのね、ロゴがあるんですけど、こっちがね白っていうところでね、そこがまたちょっといやらしいんだけど、かっこよさもあって高級感もありますね。で、まあ作り自体も結構一緒なんですよね。結局ギャルソンと別注しているっていうところがあるんですけど、かっこいいね。僕ねやっぱりライダースだったらこういうねライトニングの方が非常に好きなんですよね。サイクロンよりライトニングの方がなんか武骨な感じもして、まあこれはねもはや趣味の世界というか、感覚の問題なんですけど、僕は、ライトニングの方がかっこいいかなというふうに思ってます。本当にディティールとか、見てみても、配置とか金具の配置であったりとかは非常に似てるし、まあ、そこまで、僕の持っているライダースとはちょっと変わりはないんじゃないかなというふうにも思ってます。ライダースっていうのは非常に僕的には大好きなアイテムでもあるので、今後もね地味にちょっと集めていけたらなというふうに思っております。またねライダースといえばやっぱり経年変化だと思うんですけども、そういったところを楽しめるのもまたライダースのいいところかなというふうに思うし、まあ、経年変化することによってようやくその人だけのオリジナリティあふれるライダースになるなっていうところもあるので、まあ、せっかくねこのライダースプレゼントしたので、ぜひとも、ずっとね来ていただいて一緒にこの経年変化を楽しんでいただけたらなというふうに思っております。はい、というところで本日の動画は以上になりますが、いかがでしょうか。こちらの動画が少しでも面白いなと思っていただけましたら、ぜひともチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。